和田摘みの声は、東横映画が1950年に制作し、東京映画配給が配給した日本映画である。1944年3月に開始され6月末まで続いたイギリス領インド帝国北東部のインパール攻略を目指したインパール作戦の舞台の学徒兵の配送と回送シーンで構成される。登場する学徒兵は東大ばかりではなく、 参考、東京美術学校、総大高等学院、東京高等師範学校など多様なものとなっている。クレジットは、制作担当であるが、後の東映社長、岡田茂が、入社2年目24歳の時に手がけた実質的な、初プロデュース作品。戦後初の戦争映画で、また日本初の、反戦映画とも言われ、本作の大ヒット以降、 反戦映画が続々と制作された。岡田は、戦死した学友たちの話を後世に残さなければ、学友たちが浮かばれないと、1947年に、東京大学共同組合出版部の編集によって、出版された東京大学戦没学徒兵の手記集、遥かなる参賀に観光後から映画化を決意。移行集の編集に当たった。 東京大学新聞編集部の部室に単身乗り込み、先輩に任せろと10万円で映画家券を買い取った。シナリオは、最初は、八木康太郎に頼んだが、八木は軍隊を知らないため、船橋誠一の弟で、戦争経験のある当時は、駆け出しのライターだった、船橋和夫に回り、シナリオは完成した。船橋も自信作と言える出来で、 京都で心配する岡田には、酔い込んできた、安心せよと電報を打った。しかし、東京大学全日本学生自治会改装連合の旧先法で、和田積会の会長だった、氏家誠一郎や、副会長だった、渡辺恒夫など、編集に関わった幹部が、天皇制批判がないとクレームをつけてきた。 岡田が企画して以降、戦没学生の手記についての世の中の注目がはるかに大きくなってしまい、全学連幹部は左翼強情主義的にシナリオの細部を攻撃した。岡田は東大の後輩、宇治エラ左翼学生の説得には、彼ら反対派の中から二人を撮影現場に付けるという妥協案でようやく納得させた。彼らが望む。 テーマ通りに撮っているかをチェックする監視役というわけで、その一人が、富本総吉であった。富本は、これが縁で映画界入り、後に、家政婦は見た。などのテレビドラマ演出で、主に活躍した。なお、監視役といっても、撮影に入ってしまえば、こちらのもので、現場では、文句は言わせなかった。むしろ現場の熱気に見られ、 学生たちも手伝うようになったという。全学連との話し合いは、妥協に妥協を重ねて乗り切ったが、次は、東横映画内部から批判が上がった。当時の東横映画は、知恵蔵歌え物の時代劇前世で、黒川昭蔵社長からは、戦争の悲惨さを思い起こさせるような映画が当たる、わけないと批判され、会社の看板スターで役員でもあった、片岡知恵蔵 月形龍之介とも会社が潰れかかっているのに、この企画では客は来ない、お前は赤か、などと猛反対を受けた。当時は大物役者がノーといえば映画は作れない時代であったが、絶対にこの映画は当たると、大見栄を切り、牧野光雄の助け舟もあって1950年映画を完成させた。主州集の続編として1949年に、 出版された日本戦没学生式編集委員会編、聞け和田摘の声日本戦没学生の手記のタイトルに、ちなんで、岡田が、映画の題名を、日本戦没学生の手記聞け、和田摘の声に変更した。岡田茂が、スタッフには、脚本に、八木安太郎、船橋和浦、監督に、関川秀夫、音楽、伊福部明と、レッドパージで、 他の映画会社を追われた人たちを起用。またキャスティングは、俳優座の佐藤正幸に、スターはいらないんだ。芝居がうまい役者使っていい映画を作って、会社の幹部を見返してやりたいんだと訴え、感銘を受けた佐藤が、進撃の若手俳優を説得に回り、低予算で制作に至った。当時は無名だった沼田洋一、新金蔵、佐野朝尾、大森吉浦俳優座、 民芸、文学座の俳優を起用。やはり感銘を受けた、杉村春子も出演した。スターシステム一辺倒の当時はスターが出演しない、映画は皆無に等しく、異色のキャスティングだった。こうした進撃の役者も当時パージにあって金銭に、困っていて、山城慎吾に、岡田は、今、金に困ってるから、二重から三十万打者あいつらほいほい清るぞと、言っていたという。 このほか本作のロケ班で、熊井慶を映画界入りさせるきっかけを作っている。GHQ 占領下の時代で、映画は国民に大きな影響力があると判断され、台本の段階から厳しい内容のチェックがなされ、当然沖縄を含めて、海外ロケは許可されず、予算の問題もあり、南方戦線のシーンは、宮崎県沈太夫と奈良県の山中で撮影した。 費用をできるだけ切り詰めるため、宿泊は寺を借り宮崎交通をはじめ、宮崎、奈良の現地の人たちから、大きな支援を受けた。聞け、和田摘みの声の死者の際、東京急行電鉄会長の後藤慶太は、目にかけていた次男が、ブーゲンビル島で戦死したことと、オーバーラップさせて号泣。この件で、岡田は、後藤に認められ、出世の糸口をつかんだ。 なお、岡田はこの時の金一風を撮影所仲間と共に一晩で使い果たしてしまった。本作は主玉の反戦映画と評価を得て、当時の金額で廃収2000万円の東横映画史上最大のヒット。セシの状態にあった東横映画を救ったが、当時まだ配給網を持っていなかった東横映画にはあまりお金が入ってこなかったと言われる。 しかしこの映画こそ、東映が翌1951年に発足されるきっかけ、原点となり、東映の魂ともなる記念碑的作品となったと評される。松島俊之は、もしもこの映画が制作されなかったら、今日の東映はなかっただろう。少なくとも、東映の歴史は全く違ったものになっただろうと述べている。戦前の日本社会では、 大学の学生はそれ自体エリートで徴兵を猶予されていたが、アメリカとの戦争が始まった後はその特権がなくなった。本作は、ジャングルと雨とデーネーのビルマ戦線を配送する日本軍の中で大学からそのまま戦場に送られた学徒兵たちが闇の中を姿なく飛来する敵の弾丸に倒れ、病と上で死んでゆく。 その中で大声では語られぬ戦争への図素が囁かれ、果たすことのできなかった学業への開墾が語られる。それらの声はあまりにも過細く弱々しく、爆撃と銃声と怒号と絶叫の中で書き消される。善玉悪玉的な描き方に問題はあるものの、日本映画として戦後初めて戦争を特に戦場の恐怖と悲惨が本格的に描かれたこと。 はっきり反戦という立場に立ってなされたことで、工業的に大成功し、以降、多くの反戦映画が作られるきっかけとなった。ありがとうございます。